はい、用意スタート。用意スタートってわけだけどね。こんばんはね、天咲のね、自動車のうちってことね。今日が月曜日、週の初めね、今日ちょっとこれ、アングルがね、変わってたりなんかしたりなんかしますけどね。そして昨日のね、実は本人は3ヶ月ぐらいぶりや思ってたら、3月19日以降やってないってことね、筋トレ。やって 6ヶ月ぶり。レオ、何やお前は。6ヶ月ぶりやったら、今ね、こう腕でしょ、こう胸ね、ここ付け根、腹筋の腹、バリバリの筋肉痛。これ多分明日、明後日ね、やっぱり年とともに、痛い痛い、年とともにね、遅れてから来るっつうこともあってね、昨日の今日でね、まあ、来てます、すでに。まあまあ、若いかな、思ったり。実は明日、火曜でしょ、水曜日くらい来るやん、もっとひどいのに。で、水木のどっかで、もう一発入れますから、いつもね、そういうパターンなんですよ。で、痛い痛いって言いながら入れて、また潰してね、やるっていうことね。そして、やったら痛みはなくなるんですよ。そしてまたそこから3日、4日していったら、また痛いよね。それをまた潰すっていうことね。まあ、また半年前のね、6ヶ月前のね、状態、90キロのベンチがね、10回上がるようにね、そこまでまずとりあえず整えます。だからね、頑張っていきたいなと。今ね、甲子園、これあんまり言わねえけど、頑張ってる。甲子園も頑張ってるからね、こっちも頑張らなあかんことね。そして、今日初めてね、天方剛のチャンネルをご覧の皆さんにはチャンネル登録よろしくお願いします。そしてツイッターとフェイスブックでもね、友達申請っていうところでね、お友達も増えておりますよね。よかったら YouTube 応援くださいとかね、なんとか年内500人半分の行きたいんだよね。まあまあ、この奇跡、そしてこの夢ね、夢に向かってやってるんで、よろしくお願いしますよ。行くんでね。そして今日はね、まあまあ、これ、知る人ぞ知るで、兄貴じゃないの。しかもね、出し物がね、瞬前で変わっております。本当はね、玉置浩二さんやったんですよ。田園やって、ほんまは。まあまあ、大した意味はございませんからね。自己もんですから。時としてね、変わるっつうとね、まあまあ、はよやりゃいう感じだと思いますけどもね。やります。よろしくお願いします。ちょっとね、明日も兄貴じゃない、兄貴お休みっていう可能性もございます。まあ、そのあたりね、言うとても兄貴の可能性もございますからね。よろしくお願いします。こんな感じでいきたいと思います。よろしくお願いします。なんか報告あったんやけど、忘れた。消し忘れたタバコ、回り続けるレコード、途切れたままの言葉、そっと置いた指輪、見かけてやめた嘘、冷めてしまったテネシー、お前の好きだったチャイニーズティー、覚えのあるピアノ、小
刻みに奥に塗りつぶされた写真、日々の痛みはすぐ壊れそうな微笑み、色をなくした口紅、久しぶりに見た口紅、泣かないで泣かないで泣かないで、抱き寄せてしまうから、泣かないで泣かないで、今よりもマシな優しさに会えるよ、俺のために泣かないで、このまま友達へさよならは言えないわ、弱くなったの私、今も愛してるわ、うつむきながら通訳、気の強い女だったろう、何が嫌いなはずだろう、泣かないで泣かないで、抱き寄せてしまうから、泣かないで泣かないで、今よりもマシな優しさに会えるよ、俺のために泣かないで。大きな人なかなかね、うまいことはいきませんけれども、どうしたんレオン、レオンね、ちょ興奮気味ではございますけれどもね、おまけおまけ、暗い酒場の片隅で俺はお前を待っているのさ、幸子幸子、お前の黒髪、俺は今でもお前の名前を呼んだぜ呼んだぜ、冷たい風に、こんなことね、おまけ幸子ね、そのあたりで今日はね、このあたりで終わっていきたいかなっつうところでね、あなたのことであった、これね、あなたのことで、この間ね、夜中にね書き写して夜中にシーってやったんですけどね、早いんだよ、これもね、ちょっとまた普通にやれる時にね、夜中じゃない時に行きますんでね、ちょっと稽古せな、これ飽きません、できませんからね、また稽古したいなと。そしてカラオケもね、いいかなと思うんですけどね、まあ自己満は自己満ですけどね、カ
カラオケはカラオケでやっぱり30年のやっぱりキャリアがございますから、まあ飲み屋ですけどね。あなたのことで心の中溢れたのならどうしよう、もしもあたしがいつかあなたに嫌われたならどうしよう、もう私あなたしか見えないみたい、もう私あなたしか愛せないよ。ほな、なこれ。まあこっからがいいとこやったけどね。まあアマチュアチャンネルと言いながらやっぱ千春さんも出てきますからね。やっぱねやりたい時はあるんですよ、どうしてもね。千春さんのナンバーもね時ありますよ。まあまあまあベタなもありますけどね。大空と大地の中で恋なんぞね、またやってみたいかなと思いますね。よろしくお願いします。明日も一生懸命いきたいと思いますね。よろしくお願いします。何が出ますやら、ね、この後レオとゆうくはおやつ食べてから寝る状態だと思いますね。まあ今日はありがとうございました、ね。まあ、まあまあ今日はありがとうございましたけど、やっぱりこれやな、やっぱりこれかぶってねお別れしたいと思います。アマツヨのねチャンネルよろしくお願いしますよ。そしてこれメガネがね違いますが、アマツヨの兄貴の時はねやっぱりちょっと黒でバチッといきたいなとね。よろしくお願いします。明日もバチバチといきますんでね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。大きいありがとう。ロクロール夢見てくださいよ。最高の夜を。バイバイ。